日本の魚食べてくれよ。日本の天然の魚だよ。金子さんだけが頼りじゃけ。3万円でも5万円でもいいじゃないか。そこの高くなった部分は定金で出してくれよ。その代わり地元のいい魚使ったってくれと。本当に思うと子供にはいいもん食わしちゃれよ。おい玄ちゃん、なんとかならんか玄ちゃん。おい玄次郎、玄次郎よ、元長崎県知事玄次郎。おい今農水大臣の玄次郎さん、わしゃのあなたに期待しとるわけなんじゃ。だっての長崎って言ったら水産王国じゃ。その水産長崎の県知事されての衆議院参議院で今は何農水大臣やんけ。いいじゃないか、あなたが大臣でな、いろんな地方のことは分かってくれとると思う。そこでな、一つが頼みがあるわけじゃ。タグムネ、わしゃの和歌山で暴れん坊漁師タグムネという漁師系の YouTuber をやっとるもんじゃけ。でな、まあ地元を見とってもな、底引き漁師とか大変だ。何が大変だって、俺はな現在48歳、30年ぐらい前のから漁師を見てきた。であの当時ならさ、いろんな漁具とかも船とかも機械とかも安かったよ。安かった。例えば船のエンジンなんかな、500万とか600万とかそういうぐらいであった。7年か8年に1回変えたところでな、十分やっていけた。でもな、物の値段が上がってな、今聞いたらさ、この4月からまた値上がりしてエンジン1000万なんだってな。今の漁師で1000万の機械据えるっちゅうのは大変じゃこりゃっていうのかな。いろんな物の値段が上がった。それはいいよ。だってな、日銀がそうしようとしてるわけだ。物価上げようと。でもさ、魚の値段が安くなっておる。30年前よりかなり安くなっておる。だからさ、油は高い、漁具は高い、船は高い、魚の値段だけは安いと。やっていけるわけねえわな。でな、いろんな支援があるわけだな。船を作るのにリース事業とか、機械変えるのにもそうだ。何歳以下であったりとか、後継者がいるとか言ったら、リース事業っていうやつで、半額、まあ半額っていうことないな、だいたい4掛けぐらいで作れると。だから1000万あったら、あ、6掛けだ。1000万あったら600万ぐらいで作れると。あとの約4割ぐらいは、そういうふうにリース事業って言って出してくれると。でもさ、年齢制限があったりとかさ、そしてあのリース事業っていうのはな、すぐ間に合わんわけだ。船のエンジンが壊れたって言って、じゃあ壊れたからエンジンを変えようかって言うて、すぐにエンジンがあればいいけど、すぐにはリース事業っていうのは間に合わんと。予約っていうのをしとかなあかんしな、計画立ててと。でいついつエンジンを変えますとかってかなり計画しとかなあかんらしいの。だからな、急にエンジンが壊れたりしたらリース事業っていうのはちょっと不向きなわけだな。とにかくな、みんながみんなリース事業を使ってエンジンを交換するわけにはできんの。まあとにかくだ、そういうな、補助金やるから漁師してくれとか、機械をエンジンを半分出してくれるとか、そういうのはな、俺からしたらどっちでもいいわけだ。だってさ、漁価、いろんな魚の値段が上がってたらさ、物価上昇とともに魚の値段も上がってたらさ、儲けるんだから。機械なんかいくら高くったって構わねえよ。昔はそうだったんだから。いくら高くっても魚の値段がもっと良かったからやっていけたわけだ。とにかくな、このリース事業っていうやつやり始めてまだ数年、10年ぐらいなんだろうけどな、とにかくな、高くなった。船が高くなった。エンジンや鉄鋼所が高くなった気がする。みんながみんなリース事業を使うわけじゃないからな、その使わない人らから言わせば高くなった気がする。それはな、まあ世界の需要が高まったとか、船が人気あるとか、エンジンが人気あるとかって言って、まあ物価上昇とかもあって高くなったんかもしれないですけども、とにかく高くなりすぎてつらいな。でな、俺はな、30年ぐらい前にさ、バブルの頃だよ、マダイ、大きなマダイだ、2キロ以上あるような大きなマダイをな、3匹で7万円って言って入札で売ったことがあった。すっげえな、漁師って儲かるなと。まあタイは少なかったけどな、でも1匹数万円だよ、いいな漁師はと思ってやったことがあった。でそっからすぐにな、マダイの値段が半値とかもっともっと下がった、崩れた、安くなった。でその時思ったんだ、あれがバブルだったんだと。っていうことはさ、また次のバブルが来たらあんな魚の値段するんかなと思って
俺は30年待ち続けた。そしたらさ、株価は上がったよ。日銀の黒田君がいっぱい買ったからな。いっぱい買った。ETF やったかの。株とかいっぱい買って、日銀がいっぱい日本の株を買ったから、株は上がった。バブル並みに上がったよ。3万円っていう声もあったんだから、バブルがな。株高がそうだ。でもさ、肝心の一次産業、魚とか食べ物が安いまんまだよ。で、今回もさ、ウッドショックとかって言ってさ、海外の影響を受けて木の値段が上がったとか。それは地元のもんが値段上がることはいいことだよ。でも全部海外の影響なわけだ。で、魚の値段もそうなの。今はな、ウクライナがへっちゃくれとか言ってるけどな、ノルウェーのサーモンが入ってきにくいとか、サバガとか、ロシアからウニが入ってこんとか。俺はな、もう入ってくんな、入ってこんでいいと思っておる。っていうのがな、サバは確かに庶民の魚だ。でもさ、ウニは高級だ。カニも高級だから贅沢品だわけだな。だから食べたい気持ちもわからんでもないけど、そこを無理にして仕入れるのならばさ、日本の魚食べてくれよ。日本の天然の魚だよ。なんとかならんか。もっと地元のもんを使うようにさ。そしてな、一つ入札っていうのに問題があると思うな。だってさ、株が安くなったら日銀が買い回しするわけだな。そうだろ。円高に触れすぎたらそこもまた介入するわけだ。為替操作するわけだ。なるべく円安にしようと。円安すぎても困るけど、円高すぎても困ると。だから日本がダメだなと思ったら円安にやろうとする、誘導するわけだ。でもさ、セリ、市場のセリなんかさ、マダイが安いよ、いろんな魚が安いよっても誰もやってくれんじゃないか。なぜ下支えしてくれんかの。日銀よ、株買うんだったら魚も買ってくれと。要するにさ、最低価格っていうのを決めて買い支えしてもらいたいな。それは学校給食であるとか、地元であるとか、それは地元の自治体の仕事かもわからない。あまりにも安かったらさ、漁師がかわいそうだよ。だってそうだろ、命かけていっとるわけだ。その魚をさ、競りに出したら数百円とか、とにかく生活がやっていけるレベルの金額じゃないよ。哀れなぐらい安かったと。全部が全部市場任せって言うんだったらいいよ。それだったら日本も株買うなよと。円安操作するなよとか思うけど、そこはするわけだな。でもさ、やっぱり漁師とかさ、第一次産業、日本はさ、島国だしさ、やっぱり第一次産業っていうのと、いざ戦争起こったりとかしたらな、やっぱり海外から食料が入ってこんと。本当にな、やっぱり強い国を作ろうと思ったらさ、せめて自国で食べるもんぐらいさ、自分とこで取ってさ、育てるでもいいよ。とにかくな、もう海外の魚あんまり入ってこんでくれと思う。贅沢なやつだったらさ、もうちょっと高い関税とかかけちゃったりしてさ、まあとにかくな、僕は思うな。日本の魚を食べてくれと、天然の魚を食べてくれと思うな。そう思うよ。それは養殖はね、安定していいんかもしれないですけどさ、やっぱり天然食べた方がいいんじゃないかなって思うわけだな。魚は水槽で大きくなるかもしれないですけどもさ、やっぱり天然の魚がいいと思うわけだな。とにかくだ。おい、金子、源次郎君よ。いや、源次郎さん、元長崎県知事の金子さん、なんとかならんかこれ。第一次産業、農林水産の水産を改革してくれんかのなあ。なんとかしてくれ。金子さんだけが頼りじゃけ。ちょっとな、本当にこの金子さんの経歴見たらな、期待してしまった。最初日水って言うて水産関係の企業に働いてさ、で県会議員、長崎の県会議員、そして参議院だったかな、そして長崎県知事と、そして衆議院で今は農水大臣と。いいじゃないか、なんか期待してしまうな。なんとか漁業改革してさ、漁師が良くなるようにと。なんとかならんか。でな、和歌山にはな、いい政治家がたくさんおる。そらそうだ、俺は和歌山出身だからな。二階元幹事長、石田元大臣、総務大臣やったかの。で、鶴穂参議院議員、鶴穂さんも大臣しよったの。ほんでもう一人忘れちゃいけんの、世耕さん、世耕参議院幹事長だ。元経産大臣とかいろんな大臣された方だ。とにかくな、和歌山にはたくさんいろんな政治家が、いい政治家がおる。とにかく
中枢におられる方だ、政治の中枢におられる方でな、やっぱりこの和歌山の一次産業、漁業だよ。和歌山といえばなんとかならんか。市場とかは良くなるんだけどな、堤防も良くなった。ただ漁師の生活だけは一向に良くならんな。まあ今はコロナからしか、コロナだから仕方ないとかいろんな言い訳があるんかもしれないですけど、もうちょっとさ、若いもんがさ、あと少し頑張ったら明るくなるんだ、未来が明るくなるんだというふうなさ、夢と希望を持てるようなさ、一次産業に僕はしてもらいたいなって思っておる。田久森はな、現役の漁師じゃないよ、現役の漁師系の YouTuber だけどな。でもな、元漁師っていうのもあってな、いろんなことはしておる。あ、こうしたらいいのにな、ああしたらいいのになっていうのも俺は見えておる。とにかくだ、水産業の復活っていうのはな、和歌山からやってくれんかの。美濃島からだ、有田美濃島の漁師が潤うぐらいにさ、あ、漁師やっててよかったなって思わせるぐらいのさ、政策を考えてさ、ただお金ばらまくとかそういう単純なことだったらダメだ。そんなのは一時的なもんだ、楽しくはない。お金くれるとか補助金くれるとかそういうもんではダメだ。とにかく、あ、やっててよかった、なかなか儲かるじゃないかとか、いろんな改革してさ、でさ、水産庁とかさ、経産省とかからいっぱい役人に来てもらってさ、とにかくここを復活させよう、この村を盛り上げようとか、とにかくな、いろんな賢い人に来てもらってさ、なんとかしてもらいたいなと思うわけだ、これな。とにかくな、これリース事業っていうのもそうだ。とにかくリース事業したおかげでエンジンが高くなった、船が高くなった、あ、頭痛いなっていうのと、それで漁価が安いからさらに頭が痛いわけだ。とにかくだ、リース事業とかあんなに税金使うぐらいならさ、漁価を上げてくれ。漁価がボンボン上がったらさ、船なんか半額で買えなくったっていいんだから、そうだろ。でな、やっぱり漁価とかさ、第一次産業の食べ物っていうのはさ、日本中の人が食べなあかんから、あんまりにも高くなりすぎて、そう、低所得者の人が食料を食べれなくなったら困る。そういうのはわかる。だからな、魚でも贅沢な魚、例えばさ、そういうウニとかイクラとか、高いさ、フグとかさ、高い魚はまた別格。庶民の魚っていうのに関してはさ、まあなんちゅうかな、なんどうしたらいいんかのとか思うんだけどさ、みんなにその魚買うとき半額、毎月クーポンとか配ってさ、はい、このクーポン持ってったら地元の魚が半額で買えますよとか。とにかくだ、海外から入ってきてくれた魚がいくら売れたってダメだからね。ノルウェーのサバは美味しいよ、脂が乗って美味しい。でもあんなんが売れたところで漁師は何にもありがたくない。ほんでな、陸上養殖っていうのは最近いろんな企業がやっておる。例えばな、電力会社が自分の敷地内でサーモンの養殖とか、いろんなもう陸上養殖でするっていうけどな、あれは俺からしたら嬉しくないな。だってさ、胃袋は、人間の胃袋は一つ、財布も一つなわけだ。じゃあ今晩何を食べようかっていうことで選択肢の一つが増えるわけだな、陸上養殖のサーモンっていうのがさ。じゃあさ、今までマダイを塩焼きにして食べてたのは、じゃあサーモンにしようか、何にしようかって、その胃袋が養殖の魚に奪われていってしまうわけだ。だったらますます天然の魚が値段下がってしまうんじゃないかと思うわけ。とにかくな、一番にやっぱり第一次産業の方たちのことを考えてもらいたいな。ここ30年間やっぱりな、日本は世界から見て遅れた。それはもう事実だ、かなり遅れた、遅れとるよ。とにかくだ、なんとかならんかの。俺といっぺん議論してくれんかの、源ちゃんよ、あなたにかかっております。でな、さっきも言った、和歌山にはな、大臣級の先生がたくさんおられる。まず地元の第一次産業じゃ、農林水産と、なんとかしてもらえんかのと思うわけだな。やっぱりこの地方が盛り上がるっていうのはさ、昔は地方が元気あったっていうのは、その農林と水産が元気あったからだ。とにかくな、それがな、元気なかったらやっぱり地方は盛り上がらんな。地方は東京みたいになれんや、東京の真似はできん、都会の真似はできない。まあ、地方は地方で盛り上がる方法っていうのは、やっぱり一次産業は元気になることだと僕は思うな。とにかくな、漁業よ、もっと目を向けてくれと。でな、ノルウェーの方で改革できたっていうのはな、その禁漁期間を決めてな、資源を増やす努力をしたのはな、政治的にしたらしいと。
なんかの記事で読んだんだけどな、漁民は自ら俺たちは休みますって言って言ったわけじゃない。だって明日から生活ができないんだから。だからな、世論を動かしてさ、はい、明日から禁漁させますと、今までいっぱい魚いじめて、ちっちゃい魚取りすぎたから魚が減ったんだと、ということで世論を動かして禁漁を作ったらしいわ。そして5年経ったら魚がむちゃむちゃ増えたと。増えて値段が上がったら漁師が今度逆に感謝するようになった、ありがとう、あの時強引に止めてくれてありがとうっていうふうに感謝されるようになったというふうに記事で読んだことがある。とにかくな、日本も世論を巻き込んででもいい、とにかく資源を増やして値段を上げると言うてな、数年間でやってもらいたいなって思うな。とにかくな、漁師は楽しいよ、未来が明るいよっていう仕事にするべきかと思うな。だってさ、日本島国だしさ、海だよ、海しかないんだから、海と山、山って言っても山だけどな、海と山だよ。とにかくな、貿易だけに頼ってちゃダメだ。まあとにかくな、漁業改革っていうのと、とにかく水産の改革してさ、一般の漁師がやっていけるような状態にしていってもらいたいなと。大手水産会社がやっていけるっていうのは政策のような気がしてな、そういうのもダメ。大手は大手、中小零細っていうのはな、日本の漁師なんだ、みんな個人経営なんだ、大変なんだよ。ああ、だからな、とにかくな、そのリース事業で半額がどうのこうのというよりも、許可を早く上げてくれ、ね、学校給食でバンバン使ってくれ、ね、学校の給食費が1ヶ月何万円って言ってもいいじゃないか、それは税金で賄ってくれ、子供たちにいいもん食わしたってくれと僕は思うな。みんながな、学校給食で次いくら1万円とか8000円とかって払うかもしれないけど、3万円でも5万円でもいいじゃないか、そこの高くなった部分も税金で出してくれよ、その代わり地元のいい魚使ったってくれと本当に思うと、子供にはいいもん食わしたれよ。以上、たくむねでございます。ではまた。